はい、おはようございます。今日一日キャディ研修をします、早草心です。小森と申します。一日よろしくお願いします。お願いします。小森さん、はい、昨日の座学が終わり、はい、今日は実践なんですけど、はいはい、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですかね。頑張っていきましょう。不安はたくさんありますが、はい、とにかく明るくやることが一番ということなので、そうです、そうです。明るく頑張りたいと思います。はい、はい、暑いですけど頑張ってください。はい、お願いします。お願いします。着きましたよ。はい。一枚毛布を誰か持ってます。おはようございます。おはようございます。はい。出てる。どうですか？重たいです。これでエレベーターで降りるんですか？そうなんです。で、この足は折れちゃうので止めちゃうんですね。はい。で、こんな感じでちゃんと止めて、はい、で、これで入れていく。ケディは3班制で、朝早い人、中番の人、遅番の人、順番に来るので、で、順番に20分ずつ。何時何時何時なんですか？土日は早いので6時、6時45分、7時半ぐらい。おお、早い。おはようございます。キャディの三枝です。お客様にゴルフ場から3点注意がございます。違うね、お願い、注意じゃない。お客様にお願いが3点ございます。ここにピンポジションを入れます。おお、ピンポジション。で、ここに名前、はい、こうです。はい、これで出来上がり。入った。はい。年、はい、表出ます。はい。年表お願いします。では、下げてこない。はい。これ、さっき。さん。ここです。川上さん。加藤さんのバッグはない。で、まだ来てないので、とりあえず2本だけ積んじゃいます。クラブ確認していきます。じゃあ、宮野さんからいきます。で、これ、カバンは必ず、外してみる。そう、中を確認します。間違えるので。で、これテイラーメイド。はい、1に丸。はい。テイラーで分かりますよね。で、M2 だったら M2 って書きます。それまで書く。書きます。テイラーメイドの同じ種類じゃないけども、違う種類があるので。はい。で、これがじゃカバー、ダンスイズドラゴンだけど、まあ分かりやすいドラゴンとか書いておきます。で、3番も。これスプーンですね。はい、で、M2 でまたドラゴンなんで、点々。ドラゴン。はい。お、変わった。5。レガシー。はい。キャロの。レガ。はい、そうです。アイアンのメーカーはテイラーメイド。うん、4番からなので、4、5、6、7、8、9。P まで一緒。で、52。58。はい。テイラーですね。そうですね。だから一緒ですね。これは中身に違います。はい。デッセ、プロタイ プ、はい、このカバーありますかで丸なんですよ。それで、はい、でキャメロン、キャメロンカバー、はい、キャメロンで、ここにじゃマレットだったんで、マレットので9番ですって、まあまあ分かりやすく。で、本数はアイアンが1、2、3、9、10、合計13本。これ4人やるの？4人やるんです。大変だよ、キャディーさんさから。はい、行きます。で、これでとりあえず一通りてか、顔と名前と持ってる人のやつと一致させん。そうだね、めっちゃ大変やん。そうだね。はい、クラブ確認します。はい、お願いします。おはようございます。宮野さん、はい、様、もう必ず様です。様宮野様、はい、ウッド3本、アイアン10本、合計13本、13本よろしくお願いします。加藤様、はい、ウッド2本、アイアン11本、合計13本、はい、よろしくお願いします。名前と顔を覚えて、そう、クラブをここで真剣に顔を見ておきます。昨日お泊まりいただいてありがとうございます。ありがとうございます。これ撮って、はい、おはようございます。おはようございます。キャディの三枝です。お客様にお願いが3点ございます。1、カートは対人センサーがついておりませんので、お客様歩く際はカート道路を気をつけて歩いてください。2、安全確認のため、キャディが合図してから打たれますよう、よろしくお願いします。3、キャディも一生懸命頑張りますので進行にご協力お願いします。お願いします。お願いします。見てください。お願いします。緊張する。緊張しました。全然プレーのとこの緊張しないのに、テレビとかあってもめちゃくちゃ今緊張してるね。緊張感漂ってる。はい、いいですか。ありがとうございます。3番、3番、2番、2番、
あ、自動的に4番4番はい、打ちますよね、はい、で指でこう確認しながらボールを追っていきます。そうです、そうです、はい、両方ここだと両方見えますので、ここでいいと思います。で、あの邪魔にならないようにちょっと右に斜めに広げます。はい、じゃあ行きます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、はい、ちょっと出てきましたね、はい、うん、よいしょ、完璧ですね。大丈夫です。よいしょ、弾道が高い。大丈夫です。全く問題ないです。はい、左のそこまで走るんですよね。そうです。了解です。セカンドです。走ります。はい、ボールのところに行っていただいて。あ、リモコン。すいません。なるほど、なるほど。タイトリスト2番です。ありがとうございます。はい、すいません。あ、大丈夫です。方向に常に移動、目線に入らないようなところに。ありがとうございます。刺してから一礼して手を上げます。刺してから刺して一礼をして手を上げます。手上げる、はい、そうです。後ろがいてもいなくてもそう、いなくてもやります。新人のうちは練習のために息上がりました。持ってる間にクラブを洗います。クラブ洗う。ここにこうやって取りますね。音立てないようになるので、大事なクラブなのでこういう感じです。なるべく、はい、静かに洗います。今前の組がいるからいいんですけど、はい、前の組がそんなにいないときは、はい、でティーグラウンドでティーショット見ながら、はい、こうやってこうやってしまうんです。こうやってしまうんです。そしたら周りのクラブに手が当たるけどアイアン同士が当たらない。さあどこでしょう。テーラーメイド、はい、そうです。ここを持ってそうです、そうです、そうです。2番ホールのジャクリーンをじゃあ1人で行きましょうか。肩持って拭いて、そう、1人拭いて、トイ順にそう拭いていって、はい、そう、あの新人さんまずそこから始まるんです。グリーンをそうです、完璧にしてきます。2番ホールはグリーンをやりましょう。はい、加藤様60度で打ちますか。大丈夫ですか。カット動かします。ちょっと見えなんだけど、2ホールで、まだ2ホール。富士山がちょうどあの雲に隠れちゃってる。あー、来ました。ファーいただきました。練習のファーが出ましたね。ありがとうございます。5番ホール344ヤード、左ドッグレッグのパー4です、はい。左右の輪帯の中にラテラルウォーターハザードがありますので、狙い目はフェアウェイセンターでお願いします。お願いします。お願いします。褒められた。よいしょ、右フェアウェイですね。走ります。筋肉痛半端なさそう。腕も足一人ごと増えてます。腕も疲れるんだと思う。腕も怪しいな。
暑さどうですか？暑さですか？もうね、中がべっしゃべしゃです今。ですよね、ゴルフしてる時の汗のかき方とは全然違いますね今。あのキャディさん涼しそうにやってるなって毎回思ってましたけど、皆さん結構汗だくなって、汗だくです。この時期からフライパンの持ち方があるんです。当たらないようにこうやって指でこうちょっとずらしながら、こうやってここで挟む。はい、どうぞ。そうです、そうです。これはもうカバー大丈夫ですって言われた。そうです、そうです。基本的にはカバーは言われない限りはします。よいしょ、よいしょ。調子でできた加藤さん。ナイス、ナイス。ありがとうございます。もう一つタオル、タオル。毎回タオルがない。すみません。スライス、はい、で、はい、早いです。わかりました。いいボール1個ぐらいかな、見る、まあ、見ないくぐらいかなと思います。後ろにつけて。お疲れ様でした。あたりぐらいにつけていただければ。このあたりに。はい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 、ありがとうございました。カットが無人になりますので、貴重品カートロッカーとかあのお持ちください。はい。はい。でサインいただきますので、はい、そのペンに。はい。クラブ確認大丈夫ですか。はい、OK でございます。持ち帰りでよろしいでしょうか。はい。確認お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ回ります。カートはここに置いとかないんだって。カートここに置いとかないんですよ。へー、どこまで行っちゃうの。またこれ取りに行くんですか。取りに行くんです。時間の10分前に出てきて、お客さんをお待ちしてます。ここに置いときます。で充電だけ確認してオフにします。セキュリティカバーを置きます。一旦これで中止です。でリモコンを前に置いとくんですね。置、はいとく。はい。いろんなところにガタが来てる。いろんなところにガタが、背中とか。で小森さんにどうだったか聞きたいと思います。小森さん完璧です。どうでした。よかったです。信じ、もう信じじゃなかったですね。あれにもう少し、はい、だからクラブとかちょっともうちゃんと運べるぐらいになるのがあの3ヶ月だと思います。おー、あれでもう少しです。だからそんなに変わらないですよ。3ヶ月デビュー前の、うん、そうです研修状態。そうです、そう。だから本当に全く知らなくないので、もう動きもいいし、一回教えたことちゃんとどんどん聞きますので。ただ1個やったら1個忘れます。最高です。ありがとうございます。じゃ後半はね、ナイスキャディでした。後半は小森さんは口だけしか出さないので。そうです、出しませんよ。あの頑張って動きたいと思います。YouTube のこれ小さくなっちゃった。もうちょっとだ。 YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。